日本埼玉県川越市荒宿町新宿町は埼玉県川越市の町名。現行行政地名は荒宿町1丁目新宿町6丁目である。郵便番号は350-1124。新宿町は川越市内の中心地、川越駅の西口から南に近い位置に存在する。川越駅側から南方へ順2丁目から6丁目の確定が置かれている。 長域東端に JR 川越線と東部東上線の両路線が直進する。北には脇田本町、西に朝日町、南に中台、南東に岸町、仙道を挟んだ東に富士見町とそれぞれ接する。2017年10月1日現在、川越市による新宿町の確定の世帯数と人口数はそれぞれ以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。JR 川越線と東部東上本線の川越駅が北側にあり、特に1丁目や2丁目側は距離が近いため徒歩でもたどり着く。上記の各停留所からバスで移動可能であるほか、その先の西部新宿線の本川越駅へも上の一部のバスで移動ができる。この他に前期の二駅より距離は遠いが、 南西方面にある西部新宿線の南大塚駅、新佐山駅、新所沢駅へもそれぞれの停留所から移動が可能である。町域内に西部バスが走り、以下の各停留所から、それぞれの系統のバスが利用できる。いずれの系統も川越駅西口、または一部がその先の本川越駅発着である。国道16号と254号は2丁目にある。 新宿町交差点で接続する。254号は2丁目内のみ通り、16号は同交差点から西方向へ向かう。その途中の3丁目にある荒宿町3丁目交差点で県道を6号と交差する。県道6号はその交差点が起点で町域内を南進する。1丁目、2丁目、3丁目、6丁目。ありがとうございます。